じゃあ次行きますかね。はい、お願いします。キッチンに沸きます。あ、マットメイトだ。キッチンとかで死んでないのこれ。キッチン絶対そうだよ。念のためバイタル、ね、念のためバイタル光ったんですか。最後届いた時にギリで光りました。あ、なんでキッチン入り口のところで光りました。あんま意味ないけど、バイタル情報3秒前にはすでに死んでるから、キル明け直後っぽい。で、ナナコさんが上がってきた。上がってきた、武器庫に。でも多分マユネキは多分あっちの停電直しに向かってると思う。そう、停電直さずになんか来るのおかしかったから、ナナコさんをめっちゃ疑っちゃってる。あー、なるほど。じゃあ先に僕と伊豆さんとモージさんはミーティングにいるんで、ここを弾いてください。 OK、 伊豆、もう一人ですか。おまおじさん。おまおじさん、はい。ね、貨物で俺が停電を直したんだけど、勝ち合ってないので誰も配電場に触れてません。うん、キッチン誰だっけな、誰だっけな。キッチン7個系マユコまでは視認している。で、俺が上がっていったのは理由はただ一つで、マユコがあの停電直しに向かってるのを見てるから、確実に死んでるのは展望デッキ。え、じゃあ違うじゃん、もう計算と。展望デッキじゃないです。あのキッチンの入り口ぐらいのところで光ったんで。Kさんは舞妓さんを見たんじゃなくて、レポートボタンが光ったんですね。うん、はいはい、あれ、ちょっと待って、はい、伊豆さんか、いや、なんか誰か、武器庫の上のところであったのが K さんか。そう。で、伊豆さんが光ったのはどこ。僕が光ったです。僕はボタン押してます。伊豆さんボタンっすよ、これ。僕ボタンです。どういうこと、K さん、武器庫に、降りてったってこと、キッチンの方に。いや、そりゃそうですよ、停電直ってないんですもん。あなるほど。なんかね、計算が死体発見してるのを気づいてなくて一偽装しようとしてたように見えちゃったかと。いやいや、ごめんごめん、俺視点だとマユコが展望デッキの方に入ってってるのを見てるから、あ、じゃあマユコが停電直すんだなと思って、俺は武器庫の方に向かって、武器庫の上のところで計算をと合流って感じなんですよ。だから死んでるのは展望デッキなんだろうなと思ってたから、ナナコさん視点で展望デッキだって思ったら誰ができそうな感じ。まあ、もちろん K さんはできると思うし、光ってるって言ってるだけセルフはね、当然あると思うし、あとは単純に俺と K さんが視認してないでキッチン側に湧いている人がいる可能性がある。え、それって舞妓さんが治ってないのに無視して戻ってきたってことになるけど、え、治したんじゃない。だから剣士が要するに停電直したから治ったっていうのは舞妓が右側に来たってことじゃない。ですよね。わかんないけど、あ、治った瞬間ボタン、あの、うん、もう本当に一番最後上げた、ね、うん、伊豆さんは連打してたと。ちょっと待って、もうちょい話させてくれ。俺ボタン押すから。本当にここはボタンを押させてほしい。頼むよ。本当に。信用します。俺のこと信じてくれ。まあマットだからいいんだけど。なんなら死んでもいいぐらいだ。クソ怪しく動いたろ。ほら、はい、マジお土産もせず押すよ。いやー、俺違う。ボタン停電直ってから4、5秒経ってましたけどね。だから一回停電直そうと思って降りてるから、俺停電なんか直さないと思って。ひとまず今そこの VS というか奈々子さんが疑わしいって状態は分かったんで、他の人の位置あらゆる言いますと、そうそうそう、もうまさに俺がそれを言いたかった。ピカさんマジでね、本当に。一応奈々子さんが村なら僕が容疑者ですね。僕初手金庫室ダウンロードで終わってるんで、展望だったら殺せます。レントってことか。ああ、なるほど。はい、おまおじさんに金庫を見られてると思う。第1はキッチンです。
あのキッチンの、だから K さんが死体偽偽装してて展望で死体がある場合はもう一応僕が容疑者です。あ、その外国がインポスターなんで大丈夫。あ、ゲンです。ピカさんってメイン湧いてます？私メインは、私はメイン湧いてるけど、ピカクロス多挙で、メイン湧いて、多分ピカクロスくんはエレキの方に降りてたんだと思います。はい、心電図だよね。そうです、だから、うん、OK です。竹雄さんが女性に入ってくのは覚えてます。ただ僕そのメインベントでキッチンに行けるんで、まあ容疑者に入ると思います。え、ゲンさんはどこ？お二人が、お二人を言ったら、速攻右行ってますね。ピカさんがバイタルの情報を最初に出したんで、多分メインに湧いてるんだろうなって予測ノートで今聞いてたんですけど。一個言えるのは、私、ゲンさんが湧いた記憶がないとだけ言っておきます。関われる人は誰なの？ナナコ、ケイさん、プテさん、あとは？あとまあ、まあ、竹尾さんとかかな。の弁当、まあ、僕のキッチンイベントだったらありえるかな、ぐらい。あ、すみません、高田さん入れまでどこで直したんでしたっけ？展望？あ、貨物か、オッケーっす。七子さんなんかちょっと諦めてるでしょ。諦めてねえわ全然諦めてねえよ。でもちょっとケイさんのその光ったって位置が具体的にどこなのかが知りたい。そうそう、知りたい。どえ、あ、キッチンのあの入り口入った瞬間に光りました。ビュキコとキッチンの間。あ、ビュキコとキッチンの間ね。うん、中に入ったら即光りました。あ、じゃあ弁当はだいぶ厳しそうな、と思いましたけどね。あのね、プテさんは否定していいと思いますね。はい、うん、はい、ごめんなさい、引っ張りました。はい、奈良子さん絶対違うのがシェリフです。奈良子さん、ええ、あ、すみません、奈良子さん、僕なマットメイドだと思ってるんですけど、今の仕様も含めて今のサボが入るっていうのは、さっき5票入った時点で停電じゃなくてリアクターなら、じゃあ誰がシェリフですか？あの、僕がシェリフです、うん、なんでいいねんお前なんでおんねん。さよなら、さよなら、バイバイ。さよなら。ちょっと一瞬希望を見たでしょ。終わっちゃうなよーってなったでしょ今おもろっ惜しかったね、ナナコさん。惜しかったな。シェリフは落ちてんだよ。え、シェリフじゃん。そうだよ、シェリフは落ちてんだよ。わー、すげー、わー、すげー。で、鬼来た。わーら、すげーぞ、マイコ、これはこっちは勘弁してくれだよ。すげーことが起きてるぞ鬼切りパス出したぞ、俺が。待って待って待って、鬼切り来た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 、おお、やった、おにぎり無敵、核兵入った、核兵入った、本当に勝ってくれよ、核兵入った、マジで。ほう、はいはい、あれ、これ結構直近の切れじゃないですか、5秒以内ぐらいの。ほう、おにぎり、おにぎり、バイタルの、あの、おにぎり、おにぎり、おにぎり、通路あるじゃないですか、あれの貨物寄りの方の通路ですね、バイタルのところので。停電を伊豆さんと僕が一緒に直してます、貨物で。で、停電直した後にこれ、バイタルの方に行ったらはい、伊豆さんが死んでいて。小田さん、いや違いますよ、いや、小田さんが自主点しろ。あ、そうだ、お、あ、そうだよ、めっちゃ小楽やん。あ、そうだ、ごめん、もう一回どのあたりに死体があるか教えてもらっていいですか？バイタルの上側の通路です。あ、ごめんなさい、先に言いますけど、高田さんキルに関われないです。僕除染してる時に高田さんが結構ボタン直前にシャワースの方に入って名前が見えたんで。あ、シャワーの中にアーカイブゲンさん、はい、でシャワーのタオルのとこ誰だっけ？あ、俺です、俺です。あ、そうだ、オマージュだ、オマージュ。あれですね、ゴミ箱の下ぐらい、ゴミ箱の下ぐらいです。この辺は全員あのあプテの情報が正だとできない。ピカさんだけできました、ね。あ、ピカもいたな。私もいたけど、一個だけゲンさん見てない、アーカイブで。あ、俺見てる、俺見てる。俺も見てる。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。追えない、追えない、追えない。じゃあゲンさんいたと。これは追えないよ。とりあえずオラフ君、高田さんかシェリフですか？あ、僕シェリフです。ああ。なんすか、その本当にシェリフですか？で、伊豆さんが停電になった時にアーカイブら辺の右側にいたので。多分そこから停電直しに行ったんだと。そうだから、そうそう、僕と一緒に停電を直して、なんか伊豆さんがチェリフで僕のことを切ったんじゃないかっていうぐらいの死体の感じだったから、ワンちゃんそうかなと思って聞いたの。ってことで、これ誰になるんですかね。誰なの？
ピカさんになるんですか？いや、ピカはならないな。ピカさんならない。ならない、シャワーにいた。カラオケ右から出てきてるのも見てるから。何が起きるよ。テさんのセリフぐらいしか。5秒以内だと思ってほしい。5秒以内ぐらいだと思う。あ、5秒以内だと思う。停電開けた時に僕、バイタル見たら誰も死んでなかったんで。ごめん、高田さんが見たゲンさんっていうのは何秒前の死人？大森さんには私死にされてますよ。直前。直前、うん、シャワーとアーカイブしか今回行ってないです。うるさい。シャワーからアーカイブの中にいたゲンさん。本タスクの下側に来たのを見た俺は。私、本タスクやってる時にゲンさん見てない気がするんだけど、なんでだ？なんでそんな私。いや、わからない。いや、マジで見てない気がするんだけど、どうなのか。見てない気がする。疑わざるを得なくなってきます。いるはいる、絶対いる。いるはいる？絶対いる。いた、俺は見たよ。なんか話し詰めた方が良さそうですね。これは七子さんがうまい。おもろいことになってきましたね、これ。いや、でも状況的に確かになんですよね。マットメイドがシェリフ CU をしたら絶対シェリフ太鼓で出るんで、うん、出なかったってことは死んでるってことを考え抜いて、多分竹尾さんは。いやー、ギャンブル出ましたね。あれ黙ってる可能性もあるしね、シェリフ、ね。まあ全然ある。ある言わんでも。ナイスボタン。はい。なんか、うん、アーカイブシャワーあたりは当事者で解決してもらえると。まあ、検査は無理だと思います。まあ、インポスター強人が通じ合ってるパターンかなって思う。浮き位置が僕しかいないだったら、自身はね。でも、プテさんが、セルフでしてる場合って、オラフ君の容疑多分否定せえへんと思うねんな。まあ、太鼓1位にできる目先の人ですからね。うん、まあ、オラフ君がバイタルを見てる情報を知ってて、その時は死んでないっていう状況下で僕が殺してるっていうことはあんまりないと思ってほしいけど。私地点の話していいですか？うるさい、ピカさん、うるさい。タイク確かメインホールで沸いて、シャワー速攻入って、で、多分ワイヤータスク、シャワーのワイヤータスクのところに、おまおじさんが多分いた？いいぞ。やってたよね、多分、さっきのターン。あ、うんうんうん。で、その後私が本タスクの方に入っていって、本のタスクやって、停電になるときに、確かおまおじさんが昇降機右から出てきてて、で、停電になったから私が昇降機直しに行って、直そうと思ったら直って、で、それで上に戻ったらおまじさんがいて、あ、おまじさんインポスターで切る、なんかシャワーとかで起きてんのかなと思って、向かったら高田さんがいてって蹴るなんですよ。うん、うん。よけるね。うん。高田さんは急に現れた、ゲンさんっていうイメージ。うん。あの、この経路今話した中で、一切合切ゲンさんを見てないんですよ、私。ゲンさんじゃあ、よける聞く？はい。まさ、アーカイブでおまじさんと湧いて、シャワー行きました。で、シャワーで多分最初にやったのが配線です。もしかしたらそのタイミングでピカさんが抜けた場合はワンチャン見えないかもしれないですけど、多分停電もかかってないんで、まあ普通は見る位置だと思います。で、その後タオル拾って、タオル入れてる間に、また多分おもじさんと合流したかな。で、アーカイブまで戻ったぐらいで高田さんが見えて終わった気がします。あー、なるほど。じゃあ、アーカイブにずっといたわけじゃないのね。アーカイブシャワーを、だから行き来したと思います、記憶では。で、プテハシがなんでオラフ君に白か聞きたいんだ。僕と、伊豆さんが停電を直しました。で、僕はバイタルの方に行って、うん、そこでオラフ君を僕よりも前の位置で見てるんですよね。で、オラフ君はその後エレキに行ってるんですよね。え、そうだよね、うん、で、僕がバイタルを見たら伊豆さんが死んでたんで、伊豆さんは僕の後ろにいて、オラフ君は僕の前にいるから無理です。いや、うん、なんか白っぽいなぁとは思うよ、プテさんの話し方は。すごい、オラフ君の移動経路が面白いけどね。なんすか。いや、なんすね。いやいや、まあ、ああ俺はオラフ君を、その、なんか停電とかなる前に見てるから、はいはいはい、移動経路、むちゃくちゃ、むちゃくちゃなんだけど、まあまあまあ。プテ強人オラフ君黒とかも漏らしてあるかもね。うん。ああ、まあ、そう。自分で言うのか。いや、まずいな、これ。さてさてさて、これ、まずい流れは、多分、プテさん決め打ちになって、で、なんか、じゃあ、竹尾さんは僕は切りますとか言い始めて、筆さん切って、が、なんかやばそうな。そう、その辺がね、今起きそうって思って。初めてよね、鬼木が切ると初めて怪しむ人が出てくると思うんだよな、さすがに。あ、確かに確かに確かに。権限を行使しちゃうからこそ。こそ、じゃあ、釣っとこうか、一応念のためを起こしうる村だと思うんだよな。むしろ、鬼木はシェリフだから、行動、なんや、それに、インポスターじゃないって決め打ちで行くしかない。確かに。超いいボタン。今切った。オラフ君切った。おお。ああ、そういうこと。まあ、このタイミングしかないよな。実質では、強人だね。そうだね。だから、プテスさんっぽいなって思ってます、ね。え、オラフ君が強人なのに僕なんですか？
え、プテハシオラフの今のラインじゃないですか。ああ、いや、オラフ君から僕白打たれてないですよ。僕がオラフ君に白を打ってたけど、オラフ君は僕に白を打ってなくて怪しいってな感じだったかった。結構これうるさいか。7オラフコマット説も一応あるのか。ある。なんだろうのオラプテ、オラさん黒のプテハシさんマット。いや正直ね、このタイミングしかない。決まってないから。まだ何人ながら。マットが七個オラフにどっちかマットで。ただちょっとこれ実践難しくて、あのなんか3人ぐらいで高田小川王子源ピカあたりでなんかそのお互い白だねみたいな話してて、うん、その中に二人がいてなんか通じ合ってるのかなと思ったけど。あ、ここはもうね死にし合ってるから絶対無理です。そうそう、その通じ合いがないっていうことになっちゃったから。うん、ね、まあ、一瞬浮いてるんだったら羊かいて。うわいいね、まあ、そのために行動を先出しました。あのメインホールの女性のところで高田さんの動き見たよ。まあ正直僕釣られてもいいけど、まあ、割と僕は七子さんを結構釣りに行ってる自覚があるから、まあ、7人1人会でしょ。タスクでいいんじゃないですかと思うんですけど。タスクでいいよ。まあそれでもありがたいです。どっちでもいいです。どこまで追うかな。いや無理無理無理。最大限のレアケースを追うんだったら武雄さん追放しておくのが多分安排だと思う。おい寝てろピカクロス。乗っ取りを追う感じ。そうそう、寝てろ。武雄さんが仮に本当のシェリフだとしてもオラフ7個で落ちてる状況下だから戦えるんですよ。来る寝てろマジ。人外落ちてるか自視点は。そうそうそう、そう。あ、まあ奈々子さんは核じゃないけどね。まあほとんどもう、あ、まあ僕目線結構核なんですよね。それを詰めてるのが K さんだから。そうそう、で、いや核でいいと思うんだよ。武雄さんのシェルフ対抗してるから、でオラフ君が切ってるから武雄さん目線に人外が落ちるのが確定なんで、最大限のケアするんだったら武雄さん落としが一応安牌だけど。寝てろマジでピカクロス。釣らないかな僕は。うん、あいいと思う。7人人外っていうのもそうだから、とりあえず絶対人外でいいと思うんだけど。好きケイさん、だから乗っ取りは追わなくて、まずオラフ君も人外で好き。あ、じゃあスキップでいいんじゃないですか。うん、うん、じゃあ全力でオラフ君。オラフ君マットだと思うんですけどね、七子さん。まあ、武雄さんが白だから、キルできなくなったから。キルできるのが七子さんしかいないんだったら。そう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 。それはわかる。七子インポスターオラフマット結構本線ですね。じゃあ、プテしかない。うん、面白くなってきた。寝てろ、寝てろ、ピカクロス寝てろ、マジで。完璧、完璧。起きるな、起きるな。起きるなピカクロス。強すぎ？ピカぐらい強いじゃんピカさん、マジで。起きるなピカクロス。寝ててくれマジで。強すぎません。いや今のはねまさになんだから鬼に最悪手を負うと二人が落ちてるから切りたくなっちゃうよねっていう。べきなんだよな。いやここでインポスターセブが我慢して1キルで止めれるか、キルペ落として。多分2キロ起こしちゃうと2色残ってのバレちゃうから。いやそうね、そうね、1キルで我慢できるか。いやな、嫌がらせは嫌でしょ。インポスター嫌ですね。めっちゃいいボタン、うん、次で絶対終わります。あ、私ちょっとかかりそうです。いや僕も結構かかりそう。まだ大丈夫、タスクはまだ私のターンで終わるかって言われたら疑問。タスクはまだ大丈夫。じゃあちょっと俺が予想していいですか。はい、どうぞ。はい、7個マットメイト、デクテハシ勘違いのオラフピカクロスインポスター。おーおーいいねー。でも、オラフピカクロス、いいよ、剣士初手キルはピカクロス。いいね、剣士。まあでも、メイン脇で降りてるとこ、武雄さんに視認されてて、キッチンまで行く場合は多分誰かに視認される状況下なので、まあ、僕しても絶対勘違いないから、オラフ君は自信はマックス強ですね。じゃあ、ピテハシ。シャープだ。僕はケイさん。じゃあ、ああ、まあケイさん一応浮いてるからね。一応浮いてる。あると思う。でも K7 ことで人外同士、あ、まあそれあるか。別に、いや別にだからマットインポスターとか別に普通か。一個確認してたんですよ。高田さんってゲンさん見たでしょ。ゲンさん見た。アーカイブで見た。うん。あの時ってどういう見方しました。どっかなんかその動いてたゲンさん見ました。動いてた。真ん中から下に降りてきてた。ああそうか。おまおじさんと高田さんに私挟まれてるので基本できないって思っていただきたいですけどね。お二人とも白だろうから。ベントむずそうだと。プテハシの証言からだとベントでアーカイブ飛んで。一番怖いのは伊豆シェリフね。さっきも言ったけど。伊豆シェリフは。いやない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 。マユコシェリフマユコシェリフしてからやから。一番マユコシェリフ可能性あるとしたらマユコさん。あいやま
竹尾さんはいい、ね、あのアーマーだと思って伊豆さんが僕のことを言ってるじゃない。いいね。終わってみたら絶対シンプルな結果だよこれ。こんだけいろいろ考えてる。そうだよ、シンプルだよ。堅くなに見てないって言うなら穴で、もしかしたらアーカイブの弁当使ってるゲンさんの世界線はあるかもしれんけど。穴、大穴。めっちゃ笑う。大穴路線ね。今姿だけ見てるだけやから俺は。いやでもね、インポスターって言われた時のピカクロさんのめちゃくちゃ嫌そうな反応がちょっとクレっぽいなと思った。うん、堅くなに超嫌そうな顔して。いやあのね、少なくともマジで私ゲンさんの姿を見てないのにもかかわらず、おまおじさんと高田さんが見てるという状況下に、あの素直に納得ができなかったんですよ。カさんも三人外じゃないですか、下手しただからね。いやいや、示し合わせというよりかはなんかうまい抜け方した原産インポスターのケースかなとちょっと思っちゃったぐらいに。テーブルの上側にいたからな。バケモンかピカクロスマッシュだよ。そのピカさんの堅くなにその疑いを崩さない姿勢はなんか村に見えます。ずっとアーカイブにいたんだもん。メタンガースやめろ。ずーっと言ってるから。やめろ。ずーっとアーカイブにいたからさ。くるめて余裕があるからレア系を追っちゃうね。やめろ。あ、面白くなった。レア系を追うな。追うなレア系を。レア系を追うな。気づくな。マユコシェルフなんてことに気づくな。気づかないでくれたの。みんな寝ててくれ。生き残るかな。でも。いやもう多分そのタスク終わるっていう認識が狼側に伝わっちゃったから、多分無理やりにでもなんならこのターンで終わらせるかも。鬼気も探す。多分みんなこのターンはタスク優先するから、多分3キロ来て終わりまでワンチャン。ありえる、ありえる、ありえる、ありえそう。なんならもうそうね、このああこれ原産切るんじゃないか。あ、切らんかった。ここでミーティング門番でもワンチャンあるぐらい。あ、そうそう、それでも全然成り立つの。あるよね。うわ、いったー。おい、びっくり。ケンシ、登ってる。死にながら登ってた今。ケンシびっくりしてるやろ、ケンシ。鬼気やぞ。今高田さんの試合がミーティングのはしご下にあります。びっくりしてるだろ、ケンシ。本当だ。さあ、あと2キロ、あと2キロ、あと2キロ。ね、今どんな気持ち？でもプテハさんが見つける、見つける、見つける。これ西田起きたら詰まるぞ。いやー、プテハシ。うるさい、プテハシ。プテハシ。うわ。うん？うーわ、まあ1分は経ってそう。うん、うん、多分やっ、あ、ごめんごめん、はしご下。高田さんどこのミーティングのはしご下。ピカさんとマオジさんはとりあえず弾いていいと思います。で、ピカさんは俺視点ほ、ほぼ角で白で、ケイさんを展望に俺置いてきてる、うん、停電の時に。マジで、うん、停電俺が直した後来た。じゃあ私目線、今の証言も含めると原産っぽいな、やっぱ。私、あ、なんでかっていうと、おまおじさんとほら、店舗です、すれ違ったじゃないですか。あの後私エレキから来る原産見てるんですよ。エレキからセキュリティに入る。電子店エレキとセキュリティクロスしてるね。ピカさんとおまおじさんとお会いしたのは事実です。あ、原産2キルは難しいと思います。結構メインで一緒のタイミング多かったんで。うん。タスクどうです？次で終わります。絶対次で終わる。もう僕終わってますんで、僕が終わってるってことは皆さん大丈夫だと思うんですけど。いや、ごめん。まあ、もうちょっと、まあ次のターンなんとか終わるかなぐらいかな。いいぞ、いいぞ、二進化落ちてると思ってんだよな。二進化でいいんじゃない。いいぞ、タスクで進行しろ。そうだ、気づくな。頑張って。気づくな。ボタン使ってないかも。挟めるかも。気づくな。いっぱい立ってる。停電とか直すのを速攻でやるとか。できる、できる。停電速攻直したらできる、できる。うん。おまおじさん何個残ってる？ 1 分で終わりそう、それだけは聞いておきたい。1分では終わる。え、だって1人外しか残ってないですよ。え、1、2、1分半あるでしょ。あ、1分半あるのか。いや、時間は1分あれば大丈夫やけど、うん、でも途中で1回ボタンを挟みますよ、僕が。オッケーです、オッケー。はい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 、はい。ボタンなかったらごめんね。なかったらごめん。停電カチカチか？なんかゲンさん落としときたい気がすんだけど。やめろピカクロス。まあまあまあ、まあ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 、ここで落としてミスって、だって僕のセルフもあるでしょ、ミカさん。いや、インポスターケアとかもピカクロス頼む、寝ててくれ。本当に一人でキルできる時間だった？できる。1分はありましたよ。やめろ。割とあったよ。僕は1分入れるね。あ、気づくな。場所の精査からするとなんか2人残ってそうな気がする。いや、間に合う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 、ミーティングでしょ。さすがに間に合う。いや、まあ、ちょ無理無理、ここか全勝します。全勝でいい。そうだ、スキップレイ。よーし、よしよ
しよしよしよし、なんかもんよりしてます。もんよりしてろ。もんよりしてる。もんよりしてろ。に連れてるんで。あ、そうね、竹尾さん視点はね、無理やろこれ。起きるな、これは無理や。起きるな、ピカクロス。もんよりしてろ。もんよりしててくれ。もんよりしてて、もんよりしててくれ。もんよりしたな。これ小見さんも流されるな。これはどうだ。いや、リアクターでもいける。どうやっても勝てるんだ。や、頑張れ。そうだ、それでいい。おにぎピカクロス。ピカクロスが。おにぎどうする。ケイさんか。ピカさん逃げた。どこだ。ピカさん逃げた。ピカさん逃げた。うまい。どうなる。あ、ピカでもケイさんが逃げて逃げて。大丈夫。ケイさん勝てる。ケイさん勝てる。あ、終わった終わった。いける。やったー。おにぎすげえ。おにぎ見事見事見事。いやこれはおにぎ。ありがとうございます、竹尾さん。ナイスノットリーすぎ。これはえぐいわ。これは無理だ。これは無理無理。いやー、竹尾のシェルフ C をした時点でもう勝てないよ、これ。無理無理。これは天才。天才です。なんか、レア系のレア系の提案を。レア系のレア系。いやー、でも、やばこれ。いや、もうピカだけがずっと怖かった、マジで。やばかった。本当に全部正しかった、ピカだけが。言うな、これ以上。終えてたわけじゃないですよ。本当になんかただ単にレア系提示してただけだから、私は。ただ本当にゲンさんは見てない。ゲンさんでもあれキル取ってないですよね、多分プテハシさん。出てないですよ。あの2キル目は本当に普通にオニキが切ってるよね。アーカイブで。ですよね。オニキの経路聞いてないですもんね、全く。いや、でもセリフだからもう聞く必要もないと思った。ですよね。これはやばい。噛み合ったらでも真横さんセリフで。そうなんですよ。一番最初に。やだこれ。ナナコさんに踊らされたってことですよね。俺の初手の毒が最後まで回ったらみたいな。ナナコさんに踊るわ。そうだ。釣られてんな。強すぎるわ。最高で。いや、やべえな。いや、やばいでもこれすごいわ。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。